あとさ、あの安心しないで SLC の方はちゃんと進めててね。はい。ちょっとあの気にしないといけないのは、急激に水を入れてるんで、水素ができてる可能性がありますよね、燃料が、こんだけ暴れてると。だからその水素が昨日のによが、まあ、昨日の原因かどうかはっきり分からないけれども、あの1号機のような爆発を引き起こさないように、するというのは非常に重要なポイントだと思うんですけども、ちょっとなんか知恵を出し合ってほしいんですけどね、本店も含めて。